航空のカウンターです最終便だからでしょうか大量の荷物が並んでいます北朝鮮の国営航来航空は1日をもって中国・北京を発着する便の運航を一時的に停止しました北朝鮮はすでに北京と平壌のほか 両年省、担当と平壌を結ぶ旅客列車の運行も停止していてこれで中国と北朝鮮を往来する全ての航空便と列車の運行が停止した形です一方、北京に到着した航来航空の最終便には朝鮮労働党のキムソンナム国際部副部長や中国駐在のチ・ジェリョン大使など各国駐在の大使らの